オルゴールのぬいぐるみ子供の頃の話なんですがこういうの需要あるかな試しにその頃の話を一本書いてみました面白くなければはっきりと教えてください霊体験みたいなのとは違う気がするので オルゴールを仕組んだぬいぐるみってあるじゃん。それが俺の家に昔からあったんだよね。クマちゃんのやつ。三つの頃のものか、誰のものなのか、はっきりしないんだけど、ばあちゃんのいつも使ってた茶の間に飾ってあった。俺が小学生になったばかりの話。 その日俺は夜更かししてて、ドラゴンボールの単行本を読んでいた。いつもは十時に寝ないと怒られるんだけど、その時は十二時まで読んでた。物語がセル編ンに突入して、謎の生物怖いわ、なんて思ってたら、オルゴールの音が聞こえてきた。そう。 あのぬいぐるみのオルぼう。びっくりして、硬直。だってその音、俺の部屋のクローゼットの中から聞こえるんだもん。えなんでどうしてしかもこんな時間にばあちゃんの部屋にいつも置いてあるのに、これはおかしい。 僕は何か、とてつもなく恐ろしくなり、布団をかぶった。お願い、早く音止まって。すごく怖く、すごく怖くて、クローゼットの中を見てみようなんて思わない。そこに何かいたらなんて思うと、怖くて涙が出てきた。 でも、全然オルゴールが止まらない。どうしよう、どうしよう。きーっと、クローゼットの開く音がした。やばい、なんか出てきた心臓がバクバクいっている。もうこうなったら、そいつが布団の中にいる俺に気づかないよう。 必死に息を潜めるしかない。本気で目をつむり、震える手で布団をきつく握りしめる。お父さん、お母さん助けて、早く来て。おえつを殺し泣きながら、布団の中でずっと助けを求め続けながら、寝てしまった。こら。 いつまで寝てるのご飯早く食べなさい。お母さんが起こしに来て、寝ぼけながら適当に返事をして起きる。目を覚ました瞬間、昨日のことを思い出してしまった。俺は急に泣き出し、お母さんに抱きついた。そして、 あのことを話すと、怖い夢を見ただけだと笑われた。それでも、お母さんはその時、いつもより優しかった。クローゼットをお母さんに見てもらったが、いつも通り空っぽだった。あのオルゴールのぬいぐるみも、いつもの茶の間に置いてあった。 でも変なんだ。空っぽのクローゼットなんて、いつも絶対開けないのに。あの時お母さんが中を見た時、開いたまんまだったんだ。それから3年ほどして、家も新築し、あの頃の部屋はなくなった。俺がこの話を思い出して、あのぬいぐるみが今もあるか確認してみた。 母親は、ああ、そんなものもあったね。引っ越しの時に多分捨てたんじゃないとのことでした。それと、この話をしたが、覚えていないのよ。あと、気になることを言っていた。何言ってんの前のあんたの部屋に、クローゼットなんてなかったでしょ 俺はあのクローゼットがあったことを間違いなく覚えてはいるがなぜかものを出し入れした記憶もなく中の構造も全く覚えていないこれどうするの自分が小学生の時体験した話です。 小学校の裏に小さな山があって、そこには地元では有名な神社があり、学校の帰りにいつも友達とかくれんぼなどをして遊んでた。日が暮れてかくれんぼも終わり、友達と集まっていると、ふと神社のおさい銭の箱の隣あたりに、古い女の子の 和人形が置いてあることに気づいた。今考えたら供養か何か意味のある人形だと思う。友達と、怖えーなあとか言い合っていたのだが、俺が友達に勇気を見せてやろうと、その人形に石を投げたのだが、なんと、一球、なんと、 一球目が見事命中。こともあろうか、人形の顔面のど真ん中あたり、カパッと人形の顔面が外れ、人形の中にスポッと入ってしまった。人形は顔面が真っ黒になり、尋常ではない雰囲気になってしまったので、友達とみんなで、 うわーって叫びながら逃げ帰った。家に帰ると子供だからということもあり、すっかり忘れてテレビを見て夕飯を食べた。その時にはすっかりあの人形のことは忘れてしまっていた。夜も遅くない。 さて寝ようかと、布団に入った。俺の家は母子家庭だったため、母親と二人で、隣同士で寝ていた。どれくらい過ぎたかわからないが、夜中に小さな小さな声で、目が覚めた。ねえ、ねえ、ねえ。 隣の母親の声がする。母親は向こう側を向いて寝ているのだが、何か俺に声をかけているのかと思う。何と言っても、ねえ、ねえ、ねえ。こっちを向かずに向こう側を向いている。 小さな声でささやくので怖くなって「何お母さん」と言って肩をたたいた母親が「うーん」とうなされるようにくるっとこっちを向くように寝返りを打ったあれ寝てたんだ今の声は寝言なのかな と思った瞬間、何かぶつかるようなものすごい音が母親の顔から聞こえ、ガッコッと、母親の顔が髪の毛とか輪郭はそのままで、まるで昼間の人形のように、顔の部分だけ丸くへこみ、母親の顔が奥に落ちた。 母親の顔に穴が開き、その穴から、これどうするのという声がした。うわぁとその瞬間、何も考えることなく、気を失った。朝になると、普通にいつもの朝になっており、 母親も起きて朝ごはんを作っていた。あれは夢だったのか現実なのかわかりませんが、人形が怒って出てきたのかなって思ってます。人生で一回だけ自分が体験した怖い話でした。 フランス人形私は10年ほど前、本州の中央に位置するとある県に住んでいました。その頃私はとあるマンションに住んでおり、そのマンションの横に大きめの空き家がありました。田舎なので土地は広く、草が生い茂り、噂話になるには、 格好の場所でした。当時小学生だった私が、そんな面白そうな場所に興味を示さないわけがなく、友人の S 山と連れ立ち、探検に行くことにしました。昼間でもそこは、なんだか薄暗く、背丈ほどもありそうな草が恐ろしくて仕方ありませんでした。入ろうと、 正面のドアに行きましたが、やはり鍵がかかっており入れず、裏に回りました。そこには窓があり、曇ってはいましたが、中の様子を伺う,うことができました。中はどういうわけか、家具がまばらに残っており、棚やソファ、小さな机などがありました。 中を探っていると裏から S 山の呼ぶ声がしましたそこにはガラス棚があり中に工芸品などが入っているのを見ることができましたその中にフランス人形がありました私たちはこれを見た瞬間なんだか怖くなり慌てて家に帰りました それから10年後、去年の8月です私はあの探検の後引っ越してしまい S 山と会うこともなくなりましたしかし最近になって昔住んでた土地に戻る機会があり S 山と再会しましたそしてよもやま話に花を咲かしたわけですがその際探検の話になりました あの時は子供だったので恐怖に負けたが今なら大丈夫だろう。正体を見極めよう。そんな話になりました。夕方5時、私たちは懐中テントを持ち、連れ立って空き家の前に行きました。恐怖よりは懐かしさが先に立ちます。 残ってたことを感謝するほどでした。そして、昔と全く同じコースをたどることにしました。侵入し、表に回る。あの頃は高く感じた雑草も、今はそうでもありません。二人で窓の方に回り、中を確認。 変わったことは何一つありません。そして、フランス人形に置いてあった部屋が見える窓の方に行きました。二人で中を覗き込みました。見た瞬間、S 山が悲鳴を上げました。懐中点灯の光は、 ガラス棚を照らしています。最初何が入っているのか分かりませんでしたフランス人形です背が180センチを超えそうなくらい巨大化しガラス棚から手をはみ出し窮屈そうまるで成長したかのように S, S 山と僕は一目散に逃げ出しました。必死で S 山の家に帰り、ずっと震えていました。次の日には私はもう出発せねばならず、そのまま、あれが何だったのか確認できずに終わってしまいました。 まとわりつく人形それは些細なことから始まった深夜コンビニで買い物を済ませ自宅まで帰る途中に何かが落ちているのを見つけたよく見るとうつ伏せのお人形いつからそこにあるのかはわからないけど服は汚れているが 顔はきれいだし壊れている様子もないご近所のこの落とし物かと思ってすぐそばにあった電柱にもたれかかるように座らせてあげたそれから帰宅時に同じ人形をたびたび見かけるそれは本当にまちまちの場所で 必ずどこかにもたれかかり、こちらを見ているかのように座って気持ち悪いのは事実だけど、例えば、階段によくあるような、少しずつ家に近づいてるなんてこともないし、なるべく見ないように過ごしてきた。そういえば、 今日は見かけなかったなと思って帰宅した日ついに事態は急転したドアを開けると足元にあの人形がうつ伏せに倒れている正直心臓が止まるかと思うくらい驚いたけれど家の中にそのままにするわけにもいかず 玄関から外に出し、明日の朝、どこかに持って行こうと、座らせた。翌朝、その人形はそのままの姿勢だったけれど、その横には、月です、と書かれたメモが置いてある。子供の字のようにも見えるし、 大人が雑に書いた文字のようにも見える。とにかく気持ち悪くて、近所のゴミステーション横の電柱にもたれかけて出勤した。それからは、毎晩帰宅すると、玄関足元に人形が転がって、そして、 日に日に汚れが目立ち顔が欠け指が欠け無残な姿になっていった完全にこうなるとホラー映画の世界だし精神衛生上よろしくない休みの日にでもお寺に持ち込んでみるかと思いながら日課のようになったゴミステーションの 日課のようになったゴミステーションの横の電柱に座らせた後歩き出してすぐに車の急ブレーキが決めた猫がその人形をくわえて道路を横断しようとして引かれたらしい朝から嫌なものを見たそう思いながらも出勤し 深夜に帰宅すると、ドアを開けた足元には、血のついた、あの人形の頭部。それからは毎日、人形のパーツが、一つずつ、玄関に転がっている。全部のパーツが揃ったと思われる頃、憂鬱な足取りで帰宅すると、玄関の足元には、 死ねばいいのに。と、書かれたメモが落ちていた。という話を友人が話してた。ちなみに彼は今も元気です。指折り人形。 僕のサークル仲間なんだが、よく自分探しの旅と称して世界中を旅するのが趣味なんだ。今回は中国の壁地にある漢方がたくさん売ってある場所に行ったらしくて、豚の足とか猿の指とか脳みそなんかの動物の金玉なんかも売ってたらしい。んでまあ、 そいつが帰ってきたから、サークル仲間数人で、今書いたような土産話聞いてたら、俺たちにお土産も買ってきてくれたらしいんだ。大体はいろんな漢方とか、空港で買ったようなキーホルダーだったんだけど、一つだけ、指折り人形とかいうものがあった。350ミリリットルくらいの長さで、 ちくわくらいの太さの肌色の人形なんだけど、どうやら、その人形の指を折ると、呪われる白物らしい。じゃあ折ろうぜって、みんなもノリで折ろうとしたんだけど、そもそも人形の手が小さいし、全体的に、テロテロつやつやしていて、爪を立てても滑って折れないんだ。 なんだよ。でたらめじゃん。って、場がちょっとしらけて、話も違う話題に変わって、その日は解散したんだよね。次の日聞いたんだけど、その人形をもらったやつ帰りに事故で死んだらしい。あいつも結構酔っ払ってたから、人形は事故には関係ないかもしれないけど、 その人魚の体が反るように折れてて中から猿の指が出てきたんだって魂の重さ小学生の頃人間は死んだ後に数十グラム減ってそれが魂の重さっていう 眉つばの話を授業中に担任が話した。海外で本当にあった実験らしいのだけれど、小学生に何余計な話してるんだって今にしておる。その日の放課後、当番で教室の掃除をしていた時に、同じ当番のクラスメイトがその話を蒸し返してきた。 テレビで見たホラー番組に髪が伸びる人形の特集があったらしくて、要は大切にされたり話しかけたりしていた。人形の髪が伸び始めて、まるで魂が宿ったみたいだったっていう話。そのクラスメートは、じゃあ魂が宿った人形は、 宿る前より数十グラム重くなるのかなって言い出した。なんか薄気味悪いことを考えるやつだなって思ったけど、実験しようと言い出した時には、もう俺の中では完全に気味の悪い奴になった。一緒にやろうと俺は誘われたけれど、そんなことをして実際に重くなった日には怖い思いをするので断った。 でも、そいつはその日の夜から実験を始めた。翌日の学校で聞くと、そいつは祖母の部屋にある一松人形の重さを測って、その後、熱心に話しかけていたらしい。5 2 0ラムあったと、俺は聞いた。2ヶ月くらい経って、 俺はその人形の話なんか忘れかけていったとき、朝のホームルーム前に、管のクラスメートが鼻息を荒くして話しかけて人形の髪が伸びてきた。何言い出してんだこいつって率直に思ったけど、すぐに人形のことを思い出して、 やっぱり、何言い出してんだこいつって思った。そいつは、あれから毎晩人形に話しかけていたそうで、昨日、いつものように祖母の部屋に入ったときに、おかっぱ頭だった髪が、肩あたりまで伸びていたそうだ。そうなんだって返事したけど、俺はその話を信じていいのか、わからなかった。 そいつは見せたいものがあると言って、俺を自分の机まで連れて行った。机に着くとそいつは、カバンをゴソゴソとあさり、僕に折りたたんだティッシュを渡してきた。僕はそれを開いたとき、思わず飛びのけてティッシュを落としてしまった。中には短い髪の毛が。 そいつは、僕が落としてしまったティッシュに、少し散った髪を拾い入れると、伸びた髪を切って、重さを測らないと、魂が宿ったのかは分からないでしょう。ニコニコしながら言った、そもそも髪が重くなっただけでもありえないことだと思った。軽口なんて叩けない異様な笑顔で、そいつはこっちを見て、 測ったよ、重さ。そいつは、笑顔を貼り付けたものだった。俺は無性にその話を聞きたくなくて、何も言わず、教室を飛び出した。なんでここでかんだの失礼。俺は無性にその話を聞きたくなくて、何も言わず、教室を飛び出した。 少ししてチャイムが鳴ったので、恐る恐る教室に戻ったけれど、そいつはこちらを見向きもしないで席についていた。結論から言うと、そいつとはその日から今日まで会っていない。翌日から病欠で学校を休み、一ヶ月ほどして転校していった。 そいつの病欠3日前に家が割と近い、あ,あ。そいつの病欠三日目に家が割と近かったことがあって、プリントを届けるように言われて、俺はそいつの家に行ったが、玄関から顔を出したのはそいつの母親だった。あまり機嫌の良い雰囲気ではなく、 あしらうように対応されたが、俺はどうしても気になって、そいつの母親に、おばさんの部屋に人形があるって聞いたんですけど、と聞き出した。その母親は少し眉間にシワを寄せて言った。うちにおばあちゃんなんか住んでないし、部屋もない。そのまま締め出されるように通しめられた。 いまだになんだかよくわからんけど、今までで、一番不気味だった体験。気味悪かだったっすね。いだになんだかよくわからんけど、今までで、一番気味悪かった体験。欠損した人形。 その話を聞いたのは、小学校三年生の頃だった。ある生徒の自宅が火事になり、死人が出た。多分、生徒の祖母だったと思うが、同級生でもなく、顔も知らなかったので、噂話で終わったが、繁殖した家が通学路にあった。繁殖した家は、 なぜか一年以上放置されていて、自分が五年生の頃、その家に関するある怪談話を耳にした。隣のクラスの調子者が、その廃墟に無断で入って、奇妙な体験をしたという話だった。その調子者の A は、四年生の時に転校して、すでにいなかったが、 A の話は一年後も語られることになった A は反省した家に悪ガキ仲間と上がり込みトイレだか風呂場だかそんなとこで人形を見つけたらしいビニールの古いキューピー人形それは片腕がないだけでこれといった特徴はなかったが A だけが目撃した。片腕の人形を見た A が転校したことで、人形の話が一人歩きした感じになった。中学生になった時も、なぜか人形の噂話を聞いた。ある女の子が公園のトイレで変質者に襲われ、しばらくトイレが使用禁止になった。 その後、トイレが使えるようになったが、なぜかその、新商社用のトイレに、片腕のキューピー人形があったらしい。自分が直接、見聞きした話ではなく、あくまで噂話だったが、片腕の人形のイメージだけが、記憶に残った。そして三年後、 高校生になった時、夏休みに友人三人とキャンプに行った。海水浴場にあるキャンプ場で、泳いだり、カレーを作ったり、花火をやったりで、何事もなく2泊して過ごした。自転車で帰る途中、路肩のガードレールに缶ジュースや干からびた花束が目に入った。 ちょっと気になったが、コンビニで休憩した時、誰もそのことを口にしなかった。それから数年後、社会人になって地元を離れた。ある年の正月。帰省して、久々に高校時代の友人と会った。数人集まって飲むことになり、10年ぶりくらいにある友人と再会した。 夏休み、一緒にキャンプに行った C だった。結構飲んで深夜になり、三人で近くの神社に初詣に行こうっていうことになった。言い出したのは C で、大学生の時に交通事故で亡くなった D の話がきっかけだったと思う。あの夏、キャンプに行った帰り、D は事故現場で、 変な供え物を見た。それは、首のない人形だった。その時初めて聞いたが、一気に酔いが覚めた。俺は何も見なかったけど、い、e、いも人形を見たそうだ。でも、い、e、いが見たのは、片足のない赤ちゃん人形だ 深夜のドライブで運転した E が事故を起こし、D は即死、E は両足骨折だった。C は言った。俺は実際人形を見てないのに、なんか見たような気がするんだよね。お前はどう答えていいのかわからなかったので、うつむいて黙った。 でも、言葉は浮かんでいた。その人形を、いつか見るような気がする。